こんにちは、ホタルアミキッズです。今回はこちらを使ってちっちゃいバッグを編んでいこうかと思っています。リサイクルコットン使っていろいろ作品を編んできたんですけど、ミントとシルピンクが3分の2ぐらいずつ余ってるので、これを使ってしまいたいので、ホワイトは1個買い足してきました。この3種類を使って編んでいきたいと思います。こちらがホワイトです。お手入れ方法です。綿 100%、 一玉が 50g の 120m です。おすすめの使用針、かぎ針が6号になってます。シェルピンクです。こちらがミントです。かぎ針は6号 3.5mm を使っていきます。まずは作り目です。細長い楕円底にしていきたいと思います。作り目は3の倍数プラス2目で調整していこうと思います。鎖を38目編んできました。長さは約18センチあります。鎖1で立ち上がり、細編みで楕円底を編んでいきます。最初の目に細編み2目編んでスタートしていきたいと思います。別動画で楕円をゆっくり編んでいます。よかったらそちらを参考にしてみてください。では毎段6目ずつの増し目をしながら楕円を編んでいきます。毎段6目ずつの増し目をしながら5段分編んできました。長さは約20センチと4センチあります。次は側面を編んでいきます。鎖1で立ち上がったら、ここの目元の鎖目があると思うんですが、ここ2つではなく向こう側1本をすくって細編みで編んでいこうと思います。向こう側1本だけをすくって細編みです。2本ではなく向こう側1本だけをすくっての細編みです。1周編んでいきます。1周編んできました。こんな感じで筋が入っている模様になってます。ここを側面の立ち上がりにしたいと思います。次の段から色を変えて編んでいくので、1つ編まずに止まっています。次はどちらでもいいんですが、私はミントの方を使って編んでいこうと思います。色を変えて編んでいくので、最後の目のところで色を変えていきます。向こう側1本だけをすくって筋編みで編んでいくんですが、筋編みの途中で糸を持ち替えて筋編みを完成させます。立ち上がりの目に引き抜きます。この時は2本すくって引き抜いていきます。ふ
ホワイトの方はまた後で編んでいくので糸を休めておきます。次の段を編んでいきます。鎖3つで立ち上がります。隣の目に長編みを1つ編みます。立ち上がりの目にはマーカーをつけておきます。この立ち上がりの鎖3目も長編み1目としてカウントしていきます。立ち上がって長編みを1つ編んだら鎖を1つ編みます。1目飛ばして隣の目に長編みです。次の目も長編みです。次は鎖を1つ編んで1目飛ばして長編み2つを編んでいきます。1目飛ばして次の目に長編みです。長編みを2目編んだら鎖を1つ1目飛ばして長編みを2つ編んだら鎖を1つ1目飛ばして長編みです。長編み2つ鎖、これを繰り返して1周編んでいきます。1周編んできました。長編み2つを編んで鎖1つを編んでいるところです。最後1目開けて引き抜き編みをしていきます。次の段でまた色を変えていくんですけど、鎖で色を変えるのはちょっとやりにくいのでこのままこの色で引き抜いちゃいます。次は休めておいたホワイトを一度引き抜いて鎖を一つ完成させます。ミントの方の糸端をちょっと引っ張って目をきつめにしておきます。次は前段で鎖一つを編んで一目飛ばしたここの目に長編みを3つずつ編んでいきます。糸をかけて飛ばした目に針を入れてそのまま引き抜きます。前段で編んだミントの鎖部分を巻き込む形で長編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目です。次は前段の飛ばした目です。ここに長編みを3つです。2つ目、3つ目です。繰り返して編んでいきます。3目です。こんな感じで一周編んでいきます。
一周編んできて最後の長編み3つを編んでいきます。前々段の立ち上がりの部分に針を入れて長編みを3つです。次はまた色を変えていくので、長編みの途中で色を変えていきます。次はシルピンク、こちらを使って編んでいきます。シルピンクに持ち替えて長編みを完成させます。最初の長編みの目、ここに引き抜き編みをします。模様編みで一段編んできました。このミントを巻き込んで長編みを編むことで、このミントの部分がちょっと縮まって丸っこくなるのが可愛くなる特徴だと思います。休ませる糸がちょっといっぱいあるので絡まらないように整理をしながら編んでいきます。同じように鎖3つで立ち上がります。シルピンクの糸端を巻き込みながら編んでいきます。前段ホワイトで長編みを3つ編んだ部分、ここを1つのブロックとしてカウントして編んでいきます。隣の目に長編みを編みます。立ち上がりの鎖3目も長編み1つとしてカウントしていきます。ミントを編んだ時と同じように長編み2つを編んだら鎖を1つです。1目飛ばした次の目に長編みです。隣の目にも長編みです。鎖を1つ編んで1目飛ばした次の目に長編みです。長編み2つを編んで鎖を1つ、1目飛ばして長編みを2つ、鎖を1つ、これを繰り返して1周編んでいきます。前段長編みを3つ編んだところに長編み長編み鎖で飛ばす、長編み長編み鎖で飛ばす、繰り返して編んでいきます。ピンクの方で一周編んで引き抜き編みをして終わっているところです。次はホワイトに持ち替えて編んでいきます。ホワイトで鎖を1つ編んだらピンクの方の糸端をキュッと引き締めます。ここもさっきの段と同じように飛ばしてきた目に長編みを3つ編んでいきます。前段を巻き込む形で長編みを1目に3つ編んでいきます。
飛ばしてきた目に長編みを3つです。こんな感じで編み進めていきます。色もミントとシェルピンクを交互にして編んでいきたいと思います。これを繰り返して好きな高さになるまで側面を編んでいきます。側面を編んできました。長さは約17センチ分編んできました。模様編みは全部で15個分色を変えて編んであります。ミントとシェルピンクの糸は少し糸を残してカットしてあります。最後に糸始末をしていきます。最後の長編み段を引き抜き編みをして編み終えます。次は細編みだけで編んでいきます。鎖1で立ち上がり、根元に細編みです。一目に一つずつ細編みで編んでいきます。前段で編んだ長編み目の上の目をすくって編んでいきます。次はここの目です。好きな高さになるまで細編みを編んでいきます。細編みで2段編んできました。ここから持ち手を編んでいくのでマーカーで印をつけています。バッグを半分に折って半分のところに印がついています。この端の目からここのマーカーまでの部分は13目ずつ間があります。反対側も同じところでついています。ここの幅はお好みで決めていただいて大丈夫です。半分のところで印をつけたマーカーは外します。では鎖1で立ち上がり、最初のマーカーのところまで細編みで編んでいきます。マーカーのところまで細編みで編んできました。マーカーを外してここにも細編みを一つ編んでいきます。ここから鎖編みで持ち手を編んでいきます。お好きな長さになるまで編み続けます。鎖50目を編んできました。持ち手にしたい鎖の目数が決まったら、鎖がねじれないようにマーカーがついているところに細編みで編みつけていきます。反対側も同じように同じ目数の持ち手をつけて一周編んでいきます。一周編めたら細編みで持ち手の手前まで編んでいきます。持ち手の部分を細編みで編んでいきます。持ち手をつなげた細編みとその手前の目、ここを2目一度で編んでいきます。2つの目から糸を引き出して一度に引き抜きます。次は持ち手の部分を
細編みで編んでいきます。鎖編みの表半目と裏山、ここをすくって細編みで編んでいこうと思います。2段目以降の持ち手を編む場合も、持ち手のここの目とここの目、持ち手が始まる手前の目2つを2目一度で編んでから、持ち手を細編みで編んでいきます。では端まで編んでいきます。細編みで持ち手を端まで編んできました。ここも最初と同じように、持ち手の付け根の部分とその隣の目、これを2目一度で編んでいきます。この目とその隣の目を2目一度で編みます。2目一度で編んだら、あとは細編みを1つずつ編んでいきます。ここも2段目以降はこの目とこの目を2目一度にします。好きな太さになるまで繰り返して編み続けていきます。持ち手の部分を細編みで3段分編んできました。最後はこの縁を一周引き抜き編みしていきます。隣の目に一つずつ引き抜き編みで一周します。最初のところにはマーカーをつけておきます。引き抜き編みで一周編んできました。最後はとじ針を使って糸始末をしようと思います。マーカーがついているところに手前から針を通します。一目戻って編み終わりのところに同じ方向で糸を通します。あとは編み地の裏側で糸を隠していきます。余分な糸はカットします。あとはバッグの持ち手のこの穴の中も同じように引き抜き編みをしていきたいと思います。編み始めはこの部分で入りやすいところ、ここからスタートしていきたいと思います。糸を引き出したら一目ずつ引き抜き編みをしていきます。あとは同じように糸始末をします。完成です。サイズを測っていきます。底の部分は約20センチです。20センチと約4センチあります。
横幅は約25センチです。開け口の方がちょっとキュッと閉まってるんですけども、ここは約 22.5 センチあります。高さは約18センチあります。今回はシェルピンクとミント、こちらを交互にして編んできました。編み地はこんな感じです。ホワイトの方もカラーの方も両方とも長編みで編んでるんですけども、このカラーの方を巻き込むような感じで編んでるので、丸い形の編み地になってます。遠くから見るとドット模様にも見えると思います。使った糸はミントとシェルピンクは3分の1ずつぐらい使いました。ホワイトの方はもう1個買い足して約 1.5 玉使ってます。中はこんな感じです。リサイクルコットン使って編んできました。かわいいドット模様のミニバッグです。よかったら参考にしてみてください。最後までご覧くださりありがとうございます。